噴煙を上げる、明人礁とそれを眺める、敷根千陰明人礁は、伊豆諸島南部、スミス島の北約 50km、ベヨネース列岩の東約 10km に位置する、海底火山である。海底火山帯の本体は、明人宮間と呼ばれ、海底からの飛行が約 1600m、直径約 70km の海底カルデラを持つ。 明神章はこのカルデラの外輪山北東部に形成された後カルデラ火山となっている。ベヨネースレッズ岩は西側カルデラ炎上にあるが、カルデラの形成よりも先に形成された先、カルデラ火山である。また、カルデラ中央部には高根章と呼ばれる中央火口級があり、山頂は水深330メートルにある。 1952年9月17日午前の噴火を最初に報告した静岡県焼津市の八重洲港所属の漁船第11明神丸にちなんで命名された。雲前普賢竹などと同じでーサイト質の溶岩を噴出する火山で激しい爆発を起こす性質がある。激しい火山活動をたびたび引き起こし何度か標高200から300メートルまで達する新島を 形成したが、自らの爆発で消滅したり波浪に侵食されたりして、現在に至るまで安定した新島を形成できていない。しかし公海上で新たに形成された島は、第一発見国が、その領有を宣言できるため、当時アメリカ、旧ソ連、中国、韓国、フィリピンなどの艦船が頻繁に出没していた。同年9月24日、 噴火を観測中の海上保安庁の測量船、第五海洋丸が突然消息を絶った。捜索の結果、噴火に巻き込まれたことを示す遺留品や船体の断片が見つかり、田山理三郎測量課長をはじめとする31名が、遭難、全員殉職したものと認定された。1953年、東京水産大学の海高丸が観測を実施。 以前の観測結果と合わせて、明神省付近の海底図を完成させた。その後も、付近では海水の変色などがたびたび発生し、近辺海域に海底火山危険区域が設定された。その後、1989年に海上保安庁の自公式 v マンボ b による調査が行われ、明神省が明神省カルデラのカルデラ炎上に位置する後、 カルデラ級であることが確認された。1998年にも、無人測量船、マンボウ2による調査が行われ、この海域の詳細な地形が明らかになっている。現在は目立った海水の変色などは確認されていないが、活発な熱水活動や噴気が確認されている。1971年、1979年、1980年、 1982年、1986年、1987年、1988年、2017年、海水変色。ありがとうございます。